今日本ハムこの撮ってる時点では快進撃中なんです。日ハムの今シーズンどこまで行くのかを、きちんと見届ける、元日ハムの大谷選手が今シーズンどこまで上り続けるか見届けるが結構こう最大の会心関心事ですね。僕は日本ハムファンで今日本ハムこの撮ってる時点では快進撃中なんです。この快進撃がオンエアの時にどうなってるかっていうんでは伊集院楽しそうだけどなってなってるかもしれないし真っ只中かもしれないし、それに関して言えば僕は日本ハムファンだからもう入団時の大谷ダルビッシュを知ってるわけです。でそうするとダルビッシュ選手と大谷選手の直接対決なんかはもうどっちも勝ててすごい見てて、で大谷選手勝ちましたっていう、この先じゃあこのテレビカメラの皆さんがオンエアしてくれてる時に伊集院もう話題が古いんだよなってなってるから1日で様子変わっちゃうから